皆さんこんにちは、あやのです。今日は購入する前に見てほしい、今から春本番まで着れる6コーデをご紹介したいと思います。概要欄に載っている紹介 URL から登録するとお得にグレールのアイテムがゲットできるので、そちらもぜひ活用してみてください。まず1着目はこちら、彼との映画デートにぴったり、トップスのパールとビジュー、そしてふんわりと広がるチュールスカートが守ってあげたくなる、そんな女の子コーデになります。襟元のパールとビジューで上品な華やかさを作りつつ、チュールスカートは歩くたびにふんわりと広がるので、デートにぴったりな一着です。それではトップスからご紹介していきたいと思います。ケーブル編みパールビジュニットカーディガン、アイボリーの M サイズとなります。襟元360度にパールとビジューがついています。そしてボタンもパールビジューになっています。全体的にケーブル編みになっていて、1枚で存在感のある華やかなトップスです。生地は少し厚めなので今から着れちゃいます。トップスは M サイズのワンサイズで、着丈は44センチです。カラーバリエーションはグレーとブラック、そして着用しているアイボリーの3色展開です。トップスのアップはこんな感じです。生地は厚めですが少し透け感が気になるので下着には注意です。続いてスカートのご紹介です。360度ウエストゴム入りのボリュームロングチュールスカート、ライトグレーの M サイズを着用しています。 M サイズ、総丈は87センチ、163センチの私が M サイズを着用してこれくらいの丈感です。しっかりと裏地もついています。スカートのアップはこんな感じです。下着の透け感などは気にならなかったです。続いて2着目はこちら、お花見デートにぴったり、ピンクと白を使ったあざとモテコーデです。つい触りたくなるふわふわシャギーニットと、楽ちんなのに優雅に広がるフレアシルエットスカートとのコーデになります。それではトップスからご紹介していきたいと思います。パールボタンシャギーニットカーディガン、アイボリーのフリーサイズとなります。首元は V ネックとなっており、とっても触り心地のいいシャギーニットとなっています。また存在感のあるパールボタンがついています。デートに着ていきたいあざとニットです。生地はしっかりとしているので春まで着れます。フリーサイズの着丈は42センチ、ショート丈になっているのでハイウエストのボトムスとの相性がバッチリです。カラーバリエーションはピンク、ブルー、グレージュ、そして着用しているアイボリーの4色展開です。ニットのアップはこんな感じです。
続いてスカートのご紹介です。ツイードラッフルフレアスカート、ピンクの M サイズを着用しています。左側にファスナーがあり、バックウエストゴム入りです。ウエストから広がるラッフルデザインが特徴のスカートとなっています。163センチの私が M サイズを着用して、総丈93センチ、サイズが変わるごとに1センチずつ丈が変わります。生地には目の細かいツイードが使われており、綺麗めのスカートとしても使える一着です。カラーバリエーションはブラックとピンクの2色展開です。スカートのアップはこんな感じです。裏地もついています。続いて3着目はこちら。友達と春のピクニックに、華奢見せを叶える2つのアイテムをご紹介したいと思います。細見せを叶える襟付きパワーショルトップスと、体にフィットし自然とスタイルアップになるナロースカートのコーデになります。それではトップスからご紹介したいと思います。ボーダー柄襟付きパワーショルトップス、オフホワイト×ブラック、 M サイズとなります。存在感のある襟と華奢なリボンがついています。ボーダーのデザインになっており、肩はパワーショル仕様になっています。体にフィットする伸縮性の良い生地で着心地もバッチリ。身ごろはすっきり、ボトムスをインした時のもたつきもなく、合わせやすいトップスです。M サイズ着用で着丈は50センチ。サイズが変わるごとに2センチずつ着丈が変わります。続いてスカートのご紹介です。アソートボタン、ツイードナロースカート、グレージュ M サイズとなります。前はすっきり、左側にはファスナーがあり、バックウエストゴム入りです。デザインの異なるフェイクボタンが5つついています。またポケットもフェイクでついています。くびれがあり、ウエストを細く見せてくれます。 M サイズ、総丈93センチ、163センチの私が M サイズを着用してこれぐらいの丈感です。サイズが変わるごとに1センチずつ丈が変わります。フロントにはスリットが入っています。カラーバリエーションはブラックとグレージュの2色展開。スカートのアップはこんな感じです。裏地もついています。続いて4着目はこちら。友達と行く推しのライブの参戦服にぴったり、フェミニンなコーデのご紹介です。一目惚れで購入したチュールフリルトップスに、歩きやすく色も鮮やかなピンクのマーメイドスカートを合わせました。まずはトップスからご紹介します。チュールフリルニットカーディガンのアイボリー M サイズとなります。
首元は透け感のあるデザインになっており、360度ふんだんにチュールフリルがついています。またパールボタンがついています。体にフィットする素材で、生地は薄めとなっています。 M サイズのワンサイズで、着丈は56センチです。カラーバリエーションはグレー、ブラック、そして着用しているアイボリーの3色展開。続いてスカートのご紹介です。バックスリットマーメイドスカート、ピンクの M サイズとなります。前はすっきり、左側にはファスナーがついており、バックウエストゴム入りです。カラーバリエーションは全部で7色展開。M サイズ総丈は94センチ。どのサイズも総丈は同じとなっています。163センチの私が着用して、これぐらいの丈感となります。縦に長くラインが入っているので、足長効果抜群。またバックスリットデザインで足さばきもしやすいのもポイントです。裏地はないタイプです。続いて5着目はこちら。友達と春の旅行に、手元が映えるトップスとシワになりにくいスカートのコーデになります。袖口にレースとリボンをあしらって、手元がフェミニンなトップスとサイドギャザーがたっぷりと入ったシルエットがエレガントなスカートを合わせました。まずはトップスからご紹介します。レーススリーブリボンリブニットトップス、オフホワイト M サイズとなります。首元はモックネックとなっており、細やかな縦リブが細く見せてくれます。体にフィットする伸縮性のあるリブニットで、袖元はこのように華やかな一枚になっています。手元のアップはこのようになっています。M サイズ、着丈は56センチ、サイズが変わるごとに2センチずつ丈が変わります。カラーバリエーションはオフホワイトとブラックの2色展開。続いてスカートのご紹介です。花柄チュールサイドギャザースカート、ピンク M サイズとなります。前はすっきり、左側にファスナーがついており、バックウエストゴム入りです。M サイズ総丈91センチ、163センチの私が M サイズを着用して、これぐらいの丈感です。サイズが変わるごとに1センチずつ丈が変わります。裏地もついています。柄のアップはこんな感じです。カラーバリエーションは全部で4色。スカートのアップはこんな感じです。最後6着目はこちら。
プチ同窓会にもぴったり、楽ちんなのに綺麗見えワンピのご紹介です。ケープカラーが目を引く、大人の女性に似合う、洗練された印象を醸し出す一枚になります。リボンベルト付きケープカラー配色フレアワンピース、グレーの M サイズとなります。配色になっており、フロントにはパールボタンがついています。そしてこちらも配色を効かせた付属のリボンベルトがアクセントとなっており、袖元はキャンディースリーブになっています。カラーバリエーションはピンクとグレーの2色展開。 M サイズ、着丈は124センチ、163センチの私が M サイズを着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに1センチずつ丈が変わります。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタ、TikTok もやっているので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。そして YouTube、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。